はい、こんにちは、スクーキワカメと申します。それではアイワナキルザカメリア2ですね、続きをやっていきたいと思います。引き続きステージ6ですけれども、本当にね難しくなってまして、いよいよやばいです。で、今回またなんかすごいマップなんだけど、これは、はい、またなんかジャンプ力っていうか速度が速くなるやつだな。で、これいきなり難しくない？そもそもここ出るので時間かかると思う。何回かやってればこれいけるもんなのかな。むずいって。はい、てかもうここ超えたところにセーブ欲しいレベルだな、これ。マジか。はい、あ、いった。死にたくないな、これ。にゃっは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 。くっそー、またあれ超えられる自信がないよ。はい、よし、いった。で、ここにゃっはっは。うわ、うまいこと針と針の間のところでジャンプ入れるかしないと止まれないな。は、よし、いけるようになってきた。で、ここ、はい、同じことをするだけ。おっしゃ、死にたくない。よっしゃ、いった。難かった。あー、もう全然死ぬ、喜んで死ぬよ。もうこっからできる喜び、ちょっと待って。はい、あう、え、はい、はい、あぶね。で、ネズミ返しだな。うわ、届かない。ここが鬼門だな。はい、でも前の区間に比べれば、おっしゃ、いった。で、ん、普通に元に戻った感じですかね。急に元に戻られると、それはそれでなんか感覚が、あ、なんかジャンプ低い、普通の挙動じゃないですね、これ。なんかジャンプがすんごい、ジャンプしてもすぐ落ちちゃうみたいな。変に速いよりはいったな。え、降りるだけで、あ、いけますね。あう、この挙動にも慣れないと。はい、で、はい、あぶね。はい、ちょ、待って、でもこの挙動の方が、うーわ、いけなかったよ、くそ。まあ速いよりはやりやすいですかね。はい、はい、はい、オッケー。で、上下、はい、はい、最後斜め、頼む。よっしゃ、いった。これで、あ、また速くなって。なんだここは。むずくない、ここ。なんか針が飛んできたんだけど、これ、あ、上の判定に気をつけて、これを避けて、そのまんまスッと降りろってことですね、多分。求めることが高度すぎる。だー、もう惜しい。でもいけなくなさそうですね、ここは。でも何回かやってれば意外といけちゃうんじゃないかなっていう感じはするんだけど、ちょっと待っ、いった、もういった。やった。え、で、こっちでいいのかな。またすごいとこ来たけど、こんなすんなりあそこを突破できると思わなかったですね。セーブがないんだよな。はい、でも無理だわこの形。これアレンジされてるけど、 6Vs の、あ、行ったな、曲です。あ、ちょっと、そっから出てくんの、隣のマップに行くのかと思った。あ、このワンマップをロングランやれって。結構このアレンジ好みだな。オッケー。で、注意。はい、はい、で、その上に行って、この形を、いや、死ぬとは思ったけど、でも意外といけなくなさそうですね、ここも。まだ気のせいじゃなければ、あれ最後上下2連なんの、となると話は変わってくるよね。頼む。よし、オッケー。で、
その上に、あまたネズミ返しみたいに乗るんだけど、ここが難しそうだな。いつもの感覚で、はい、あう、息継ぎ注意だな、これ。マジか。おっしゃ、戻ってきた。はい。よし。で、こっちからはやっぱいけないな。よし、このまま、いっちゃおう。いやそうはうまくいかないよね。そうだよね。ちくしゃー。しゃ。はい、よし、久しぶりに来た。にゃで、はい。よし、よっしゃ、いった、ラブトラ。ラブトラこんなだったっけ。え、まあやってくけど、なんかこんな難しくなくなかったですか。確かにめちゃくちゃ苦戦したマップではあるんですけど、行きは簡単なんですよね。で、戻りがすごい難しかった記憶が。え、こんな針高速で動いてたっけ。とりあえずセーブしてスイッチを、これだな、この動き。うーわ、これは時間かかるな多分。ただ一回やってるから感覚はなんとなくはわかるんですよ。はい、本気よくやってくしかないな。はいはい。で、飛び出すだけなんだけど、うーわーっていうか右も同じことやんないとダメだからな。はい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 、うーわ、リズムだな大事なのは。はい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 、ちょっと待ってよ。よし、待って、入り込むタイミングがわかんないよこれ。右側が鬼門すぎるな。はい、よし、左がいけるんだから右もいけるはずなんだけど。はい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 、オッケー。で、はい、入り込めた。ちょっと待って、やべ、やばい、ちょっと待って、よっしゃ。で、スイッチ、ここにセーブ欲しかったな。死にたくないでござる。え、いやあもう一回やんのあれを。はいはい、よし。で、はい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 、よし、だいぶ生き方分かってきた。で、今度こそ行くぞ。はい、にゃもうまさか真ん中が、はい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 、で、はい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 、おーし、真ん中が一番難しいとは思わなかった。頼む、もう、わかんなくなっちゃうから、もう一回同じことをするだけ。よし、ここでセーブできればどんだけいいか。こっちはまだ楽ですね。はい、よっしゃ。で、これも注意していけばそんなに難しいことないから、とりあえずセーブまではいけるかな。頼む、死にたくない。よし、オッケー、やっといった。で、またこれ逆走するんでしょう。これが逆走が一番難しいから。で、あそこがワープになるのか。まだまだ道のり長いな。またタイミングゲーだからな。はい、あー、ダメか、これだと一個いければ理論的には全部いけるはずだから。はい、いった。で、
はい、うーわ、でも行けなくないな。はいはいはい、よっしゃ、ここで死にたくない。はい、で、同じことを、はい、にゃーくそー、むずいよ。いった、はい、にゃーくそー、はいはいはい、で、はいはいはい、よし、で、ここはそんなに怖くないから、はい、引っ込むタイミングで行く。はい、よっしゃ、行った。もうイクラちゃんかっていうぐらい、はいしか言えなかった。これはなんだ、ロックマンでいうとこの八体ボスみたいな感じですかね。ワーニングになってる。やっと行った。これ今までのボスとじゃあ戦わされる感じなのかな。とりあえず一回拝んでみようかな。誰だよ。え、どちらさん。おい、まあ撃つのは分かったけどさ、いやちょっと待って、これはどなた。てっきり今までのボスと戦う感じだと思ってたんだけどな。マジか。どうしよう、せっかくだから一通り水だけ見てみますか。もう後のお楽しみにする方が恐怖っちゃ恐怖なんだよな。マジでか。どうしよう、まあちょっといろいろカットはしてると思うんで、ちょっと待ってよ。針が出てくるってことは、なるほどね、あの足場を使ってやれと。なんなんこのボスのタッチ、みんなあんな感じなの。ここは、やばい、ちょっと待って、うさみちゃんタイプ、マジか。トラウマ和風メロディーもあると、これやばいんじゃないかな。ちょっと待ってよ、一番右はこれ誰だ、あのグラビティマンでしたっけ。マジでか、入れ替わりのタイミングで当てる感じ。危ね、ちょっと待ってよ、やばいんじゃないこれ。ボス4体いるってことじゃ。全然当たんないし。ちょっと待ってって。一番長生きできてるけど。マジでか。やべ。どうすりゃ、当たったな。どうすりゃいいこれ。ちょっと待って。待ってよ。もう、行けるところまでは行ってみますけど。一発で倒せるような相手じゃないと思うから、やべ、さあ、どうしたもんか。まさかの、今までのボスと戦い直すんじゃなくて、全く新しいボスと戦わされるっていうのは、まあ、わかりましたよ。まあ、左からやっていくしかないのかな。まあ、ちょっとね、倒せ次第の投稿になるんで、時間かかっちゃうかもしれないです。まあ、一体ずつね、頑張ってやっていきたいと思います。はい。てなわけで、ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。